たまにはこっちも見てね。屈指の大味スタイルレイディオ、こんにちは、ゾーブ。フリースタイルフットボーラーのグッシュです。この番組はフリースタイルフットボーラーグッシュが社会の砂漠で強く生きる兄弟であるあなたの心のオアシスとして、平日お昼に一息つくきっかけとなるような癒しの時間をお届けするトーク番組です。いやー、ついに始まりました。第2回目の放送です。2回目の放送日がついに来たんですね。来ましたよ。前回は緊張に緊張を重ねに重ねまくってですね、用意してた内容がまさかの放送時間10分を残して終わってしまうというもう頭真っ白になりましたね。曲終わってやべえ、喋ることやばい、どうしようみたいな、全部出しちゃった、どうしようみたいな。まあ、今回はね、そうならないように、原稿等を準備してきましたので、あたふたすることはないかなと思うので、安心して聞いていただけたらなと思います。ということで早速ですが始めていきましょう。グッシュの独り言のコーナーって感じで、はい、このコーナーですね、フリースタイルフットボーラーグッシュが最近こんなことあったよとか、なんか大会こんな感じだったよみたいな近況報告だったりとか、あと国内外のフリースタイルカルチャーのあれこれ、なんかこんな大会が開催されます近々とか、なんかこういうコンテストありますとか、こういうイベントあるよみたいなのを、ね、フリースタイルにトークできたらななんて考えております。で、今回何をね、この独り言のコーナーで喋っていくかっていうところなんですけど、前回の放送でですね、フリースタイルフットボールってなんかこんなもんだよってさらっとは説明したんですけど、なんか次回の放送でより詳しく話しますって言って、ちょっとだけね、なんかもったいぶった喋り方をしたので、ちょっとそれを前回のね6月24日の放送で喋った内容からちょっとプラスアルファで喋れたらななんて考えてます。はい、で早速ちょっと喋っていきますね。フリースタイルフットボール、前回の放送でね、サッカーのドリブルやリフティングなどのスキルを見せる形に昇華させた、エンターテインメントですって紹介したと思うんですけど、まあ、見せる形に昇華させるにあたってね、大きく分けて5つのジャンルがあるんです。まあジャンルというかスタイルですね。フリースタイルっていうだけあってスタイルが何種類かあります。ちょっとその紹介をね簡単にしていきたいと思います。全部で5つ、エアームーブ、ブロックムーブ、シッティングムーブ、アッパームーブ、グラウンドムーブ、これが大きく分けて5つのジャンルに、なってます。もっと言うとね、まだまだあるんですけど、まあこれはいつかの機会にお話できたらなと思います。じゃあこの5つのジャンルがどういうスタイルなのかっていうのを、簡単に説明していきます。まずエアームーブ、これはね、あとリフティングをしながらボールの周りを、足を回す技ということで、なんかアラウンドザワールドとか大車輪っていうとね、認識できる人も中にはいるんじゃないかなって思います。これは、そのアラウンドザワールドみたいな技を主軸にしてしたスタイルでして、でこれ結構ね外国人のフリースタイラーに多いジャンルになってます。このスタイルは本当世界大会とかでよく見るスタイルですね。で僕はそんなグッシュなんですけど、大会ではよく主にはね、このフリースタイルフットボールにおいてエアームーブっていうのをメインというか武器にね、大会では成績を残してきました。はい、そんなエアムーブです。続いてブロックムーブ、これは足を使ってボールを乗せるとか挟むみたいなね動きを取り、組み合わせて、表現するスタイルとなってます。比較的ダンスっぽい動きとかに、ね、なりやすくて、日本人がね得意とする人が多くてですね、ブレイクダンスとかとの親和性がすごい高くてですね、すごいかっこいいパフォーマンスする人たちだが主に使ってるのがこのブロックムーブっていうスタイルになってます。ね、本当にエアと相対して本当日本人の方が多く使ってるっていうイメージです。はい、続いてシッティングの方に入っていきます。シッティング、こちらは文字通り座ったままでリフティングをします。足技ね、座ったままってことなので、普通に立ってリフティングするときに比べてね、要は足を地面についてないので、自由度がすごい高いんですよ。まずは要は両足とも宙に浮かせたまんまなんかボールを操ることができるので、立った時に比べての自由度は足での自由度がすごく高くて、
はい、すごい個性が出やすいスタイルだなと思ってます。僕はちょっとこのスタイル最近練習中っていう感じになってますそうですね、パフォーマンスとかでもね、よくあのシッティングムーブやらせてもらうんですけど、結構ね音はめ、要はなんか今かかってるこの BGM だとタン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 のこのタンタンタンみたいな音に合わせて動きを出していくというか、出しなんかやっていくみたいな、ね、だからすごくしやすくて、すごい奥深いなと思いながら最近練習に励んでます。はい、で続いてどんどん紹介していきますね。アッパームーブ、これも文字通りといえば文字通りです。要は体の上半身アッパーを使っての、スタイルとなってまして、頭、肩、首の裏などにねボールを乗せるみたいなとか、あと頭でグリングリンみたいな、なんか乗っけたままぐるぐるぐるって、ね、するのがなんかメインというか、主なスタイルと、スタイルというか、そういうなんかスタイルです。でこれもエアーと並んで外国人フリースタイラーが得意とするスタイルっていう印象が個人的にはありますね。日本人の方もねこれ使ってる人多いんですけど、なんかどちらかというと外国人のイメージ印象が強いです。はい、で最後になりました、グラウンドムーブというジャンルになります。このグラウンドムーブがですね、ちょっと今まで紹介してきたリフティングとかとはちょっとまた別で、これがですね、なんとドリブルのスキルになってきます。これボールはね基本的に地面にくっついたままになってまして、足でボールを転がしたりとか、その上をなんかまたいだりとか、なんかコロコロコロってする感じの、はい、スタイルになってます。これめちゃめちゃ説明むずいな、説明ちょっと難しすぎるので、ちょっと紹介をねしたいものがありまして、というのもこの今喋った、エアブロック、シッティング、アッパー、グラウンドムーブ、この5種類の、紹介みたいなのをね、すごく分かりやすく説明された動画を、実は僕とあと映像作家とフリースタイルフットボーラーを兼任している工作っていうフリースタイルフットボーラーがいるんですけど、その工作くんと2人で、動画をちょっと作ったんですね。でそれを東京都が主催しているアートにエールを東京プロジェクトという企画がありまして、そちらに提出した際にね見事採択されまして、その見事採択された動画が去年の8月からインターネット上で公開されています。 YouTube とかでですね、アートにエールをフリースタイルって検索してもらうと結構上の方にね出てくると思いますので、ぜひぜひ、なんか今この言葉だけでね説明した内容でちょっと分かりにくかったわとか、なんかもっとより深くフリースタイルフットボール見てみたいなって思ったら、ね、よかったらぜひこのアートにエールをフリースタイルで検索して、アイアムはフリースタイラーっていうタイトルの動画が出てきますので、そちらをチェックしてみてください。それはねサムネイルはグッシーじゃなくて工作の方が顔抜かれたねアップがサムネイルに設定されてるんですけど、そちらをチェックしてみてもらえたら、視覚的にフリースタイルフットボールってあこんな感じなんだっていうのがわかるかなと思いますので、ぜひぜひぜひ見ていただけたらなって思います。そんなフリースタイルフットボール、僕が出会ったのが中学3年生の時かな、5、6年前になるんですけど、今日もねすごい暑い日で、今日みたいなすごい暑い日にこれまた別のフリースタイルフットボーラーで小太郎っていうね、僕と同い年で中学小学校ぐらいからの同級生のフリースタイルフットボーラーがねいるんですけど、その子にねこんなあるけどやってみないみたいな感じで誘われたのがきっかけで、練習会に遊びに行ったんです。で、まあ、当時は僕中学時代テニス部に入ってて、もうひたすらラケットを握ってボールを追っかけてパコンパコンつって、ね、ラリーをするのに明け暮れてた中学時代で、そろそろ引退も近いなっていう頃にそんな出会いがあり、まあでもやっぱね当時テニスに夢中だったんで、つまんなかったらさすがに帰るよとかってちょっと冷めた感じで練習会にスラッフラッて、ね、サッカーボールを片手に行ったんですけど、その日にね前回の放送でもちょっと説明しました、初メイクっていうワードね、技を成功させることをメイクって言って、で人生で初めて成功させたのを初メイクって僕ら呼ぶんですけど、その初めて行った練習会でクロスリールっていう技を初メイクしたんですよ。で、まあ、当時リフティング3回もできないし、なんかわリフティング全然できなくてもできるんだこのフリースタイルフットボールってスポーツみたいな、なんか面白いかもしれないって思ったがゆえに、今こうのめり込んで今や生活の一部というか主軸に
変わってしまったっていうことでフリースタイルフットボールとの出会いがありました。いや絶対にできないなと思ってたんですよ、見た感じ。だってね、サッカーボール触ったこともないようなド素人というかが、ね、リフティングもできないし何からしたらいいのって言ってパラッとやってみたらクロスリールできたよ、すげえみたいな、もうびっくりにびっくりを重ねまして案外できるなっていう。だからサッカーの経験なくてもフリースタイルフットボールって実はできるんですよ。そう、これがフリースタイルフットボールの特権かなって思います、はい。ね、そんな素敵な出会いを、ね、くれた小太郎くんには感謝してもしきれないですね。いやだってなんだ、サッカーボールに触ったことないのにリフティング今にやってくださいって言われたら2時間とか3時間とかぶっ続けでできるぐらいにまで成長してて、ね、なんかやればできるんだなって言い方したら、ね、ちょっとあれですけど、なんかそこまでのめり込めるものってなかなか出会えないじゃないですか、ね、歌が好きな人とかダンスが好きな人とか何が好きな人ってね、いろいろいると思うんですけど、そんななんか素敵な出会いがあったんです、中学時代で。当時は、まあ、日本でも結構有名な、ね、方が何人かフリースタイルフットボールはいるんですけど、アルティステアっていうね、今となってはもう 6,7 人に人数増えたんですけど、僕がフリースタイルフットボール始めた当初はまだ4人とかだったかな、 4,5 人ぐらいのちょっと小規模なグループでアルティステアっていうグループがあったんですけど、そのアルティステアっていうグループの動画をね、ほんと毎日のように見て、その動画でやってる技を真似てみたいな日々を過ごし今に至るわけで、なんか楽しいですよねちょっと難しいな、なんて言ったらいいんだろう、フリースタイルフットボール楽しいんですよ何がどう楽しいのみたいなのは多分動画とかね、実際にパフォーマンスをする場に来てもらえたら分かるというか、ね、多分僕が楽しんでるのを生で見て映像とか返してみて、すごいひしひしと肌に生身に感じることができるんじゃないかなと思うので、ぜひ機会があれば、ね、僕がパフォーマンスする機会だったりフリースタイルフットボールに触れられる機会だったりに足を運んでもらえたらななんて思います。で、昔のその練習の話にちょっと戻るんですけど、やっぱフリースタイルフットボールってサッカーボールとなんか、ね、サッカーがイメージ強いからサッカーボールがなきゃいけないっていうのは、まあ、それはそうなんですけど、なんか靴とかはとかってよく質問で聞かれるんですね。靴、確かにスパイクとかトレシューとかいわゆるサッカーで使うようなね、靴を使う人ももちろんいるんですけど、まあ、僕なんかは結構そのね、インスタントファッションっていうんですか、結構その量産型のね、比較的お手軽な手を出しやすいところの、スニーカーとかを買ったりして使ってたりもするんですけど、日本人は結構そのスニーカーを使ってる人が多いかなっていう印象ですね。で、結構そのスパイクとかトレシューみたいなものじゃなくてもできる、だから本当にサッカーボール一つあれば誰でもできるような、比較的ハードルが低い入るにあたってね、入り口はすごい広いスポーツなんじゃないかなって思います、ね、フリースタイルフットボール、このやっぱ競技人口も今日本でそんなに人数がいるわけじゃないんですよね。多分1000人1万人いかないのかな、1000人ぐらいだと思うんですけど、で最近本当にどんどん増えてきてね、老若男女問わずいろんな方がフリースタイルフットボールに携わってフリースタイルフットボールを楽しんでっていう世界が出来上がってます。若い子だと多分一桁、僕フリースタイルフットボールのレッスンをやっててコーチもやってるんですけど、そのレッスン持ってる子でも8歳とかで、それよりも下の子たちもね、リフティングに明け暮れる日々を送ってくれてて、ね、すごい感慨深いです。下は本当に一桁、6歳とか7歳ぐらいからで、上は今現役で世界だと50何歳とかだったかな、56歳7、8ぐらいだったかなの選手もいるし、で男女問わずあります。で世界大会もね、女性部門があったりして、最近どんどんね、広まって盛り上がってきてるカルチャーですので、ぜひこの機会にお見逃しないように、ね、していただけたらななんて思います。
まあ、練習でね使う分そのもの靴とボールとで音楽もね必要不可欠なんです実は。で、まあ、僕あの前回のね放送からもフリースタイルホットチューンと題して自分がこんな曲あるぜとかこんな曲好きなんだよねとかこんな曲練習で使えるよとかって言って曲紹介をやってるんですけど、さっき話したね小太郎くんと出会ってすぐぐらいに練習で使ってた本当6年ぐらい前からずっと聴いてる僕がねフリースタイルフットボールを始めて練習するにあたって一番最初にダウンロードして今もなお聴き続けてるっていうね、あのフリースタイルフットボール界のバイブルとも言っても過言じゃないんじゃないかっていう曲があるので一曲紹介したいななんて思います。それでは聴いてください。ベニーベッカーでドリーマー。ありがとうございます。今喋っても大丈夫だよ。12分か。あの応援しに来たって。ありがとうございます。行けないけど。でも来たじゃん。ありがとうございます。わざわざ足を踏んでいただいて。喉大丈夫？なんで喋ってた。全然大丈夫よ。それラストまでお願いしていいですか。お願いします。できたか。何のそれじゃなくてちゃんと水とか飲んで。いいじゃん。ありがとう。いやちょうどセットしといたら、最悪やばかった。いやでもうちが出るのはちょっと大丈夫。24日の告知するからその時喋る。そうだよ。最悪やばかったら、ね、最悪だって前10分前にうなちゃんと俺が入ってた。うなって人よ。何こもそうにしてほら来たじゃん仲間。じゃあうちはさ違うで、うなさんと王子はいいけどうちが入るのはちょっと違うよ。それはもう将来の。おいどういうこと。本当にどういうことだからな。多分時間大丈夫なんじゃないかな。じゃあその告知のとこだけやって。いいほんとないい。え自分はてか私2回目の時はゲスト呼ぶかと思ってたから、うん、誰かいるかと思ったんだけど呼ぼうと思ってたんだけど一人だよな結局。うん結局いいんじゃない。だからうちがさこう入らなくてもいいと思うけど。じゃあ行こう。呼ばれなかったからちょっと戻ってきちゃった。逆にあのさ、おい出せよ、キャラキャラおい出せよ、おいクッシュ呼ぶっつったよなみたいな。やめとけ。そこの辺からクッシーっつってこの音聞こえるのっつって。あのキャッシー皆さんその声もこれ動画に入ってるんですか。全部入ってる。全部入ってる。全部流れる。やばい。この水飲みなやめなっても全部入ってる。全部入ってる。いいわそれは。いいわ。多分ね、この人が前振りで多分すると思う。え、で、喋りたい喋り、いや、いいよ。来ちゃったんだ、来ちゃった。喋りたくて来ちゃったんだったら、来るよ。うずうずしてた。なわけない。うずうず。うちはここに入るつもりなかったから。ここで見るつもりしかなかったから。うん、でも、スーって入ってったから。これそれは。何これ。これって。人間だよ。もんじゃね。ヒューマン。ヒューマン。そう、まあでも、今かかってる曲終わってラスト7分とかになるからそっから告知したら多分喋ってる暇があるんじゃないか。宣伝したいがために来たと思ってるもしかして。うん嘘でしょ。冗談冗談冗談。だいたいここにさ1分ぐらい残して、はい、終わってくれる。あ了解です。だからここにゼロまでいかないで60秒ぐらい残して。了解です。多分それぐらいは残ると思います。そしたらもう1分しかなかった。これはゼロになったら1分しかなかった。そうですね。ここで60秒ぐらい残して。了解です。まあ、告知することもそんな2、3、4個ぐらいなんで大丈夫かな。だって29の頃告知してくれるって言ってもうんあれ偶然出演者が来ても実は来てくれてるんです。テレビ電話っていうテンションかな。声めちゃめちゃ透き通って聞こえるけどね。さあノイズなしで。ノイズなしで聞こえる。目の前にいいんじゃねっていう。あと何分ぐらいの曲？曲あとラッサビ前だからあと1分半とかぐらいじゃないですかね。うん、まあ6分だったら駆け足で。もう家にいたけどちょっとたまらず来ちゃったよ。ケンタッキー食べたくて。
今来たの。え？今。うん。今いたじゃん。うん、いたね。終わって3人で洗濯機行けばいいじゃん。そうですね。うん。俺はちょっと仕事があるから。なんで洗濯機の？いや、近いです。水産に来た。え？もう閉店した。聞いていただいたのは、ベニーベッカーで、ドリーマーという曲でしたね。なんか今にも踊り出したくなっちゃうようなすごい素敵なアップテンポな曲でですね、タイトルもドリーマー、夢を見る人みたいな感じですごい素敵なタイトルで、僕は本当に大好きで毎日のように聴いてますね。ぜひぜひこのドリーマー聴きながら一緒にねリフティング頑張っていけたらななんて思うんで、ぜひぜひフリースタイルフットボールチェックしてみてください。ということで、ちょっとこの曲がかかってるってことなんで、そろそろお別れのお時間が迫ってきてるみたいなんです。って今日も京都で天の声がはい。でね、ね、終わる前にちょっと何点か告知をさせてください。まず、あさって7月24日ね、この番組ですとか、僕が運営する個人ブランド大味プロスなどサポートしていただいているドリームキングダムさんの音楽ライブが横浜セブンスアベニューという会場であります。気になる愚痴の出番は、当日愚痴何するの？出番ないです。あの当日スタッフとしてあのその場にいるだけなんですけど、あのね、その場で演奏だったりとか、パフォーマンスをする演者さんたちのねサポートとして愚痴に会える機会ということで告知をさせていただいた次第でございます。ね、当日24日あさってですけど、横浜セブンスアベニューで愚痴なりね参加する方々に会いに横浜関内駅まで、ね、足を運んでいただけたらと思います。はい。で続いての告知に移っていきます。はい。その次がですね、なんと来年の1月の29日になります。とーって思った人はあのちょっと静かにしててください、ね、来年の1月29日池袋ロサという箱でですね、アンバースデーミュージックライブインロサというイベントに参加することになりました。こちらはフリースタイルフットボールで、パフォーマンスをねさせていただきます。トップバッターでオープニングアクトでねパフォーマンスをしていきますので、ちょっとまだまだ先なので予定開けれるんじゃないですか。1月29日池袋で会えるのを楽しみにしておりますので、ぜひぜひ1月29日開けといてね。そして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 、もしかしたら次回の放送で楽しい楽しい楽しい告知ができるかも。次回の放送お見逃しなく。次回の放送日は8月26日となってます。またね、第4木曜日お昼1時半から2時でこのグッシュのオアジスタイルレイディを喋っていきますので、ぜひフリースタイルに皆さんで楽しんでいきましょう。はい。でちょっと最後の告知になります。はい。この番組のタイトルにもなってます、僕の個人ブランドオアジーブロスでは、砂漠で水場を探しさまようあなたのためのグッズの制作販売を行っております。 OASIBROS オアジーブロスで検索してチェックしてみてください。販売はベースで行っておりますね。グシのツイッターとかインスタグラムのねアカウントとはまた別にちゃんとあのアカウントが作ってあって、そこでね情報発信だったりとか新作の発表だったりとか、こんなことやるよとか、なんかこういうキャンペーンやってるよとかっていうのをねグイグイグイと告知していきますので、 OASIBROS オアジーブロスで検索してみてください。こちらはね各種インスタグラムとかツイッターの方もあの同じようなスペリングで検索してもらえたらね、上位の方にガガガッと出てきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。合わせてフリースタイルフットボーラーグッシュのインスタグラムのアカウント、ツイッターのアカウント、その他もろもろビゴライブというね配信アプリとミコライブ、ちょっとね名前が似てるんですけど、
MICO のビゴライブと MICO のミコライブで、ライブ配信を、やってます。毎日できたらよかったんですけど、ちょっとできてない日も多々あるので、ね、いつになるか分かりませんが、気まぐれにフリースタイルに配信してま参りますので、ぜひぜひフリースタイルにね楽しみに来てください。はい、はい、でこちらはですね、ツイッターインスタグラムに関しては GUSSHI グッシで検索していただければ、インスタグラムはトップに、ツイッターは、2番目ぐらいにグッシのアカウント出てきますので、ぜひぜひチェックしてください。フォローとお忘れなく、はい、で、はい、です。ね、もう時間もないのでこの辺で終わりになってしまうんですけど、次回の放送日8月26日何喋ろうか、ちょっともうすでにワクワクしてます。皆さんも楽しみに待っててもらえたらいいです。はい、また次回お会いしましょう。はい、いやありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。 See you next time。始めます。コンセプトに、あ、そうです。あ、そう、サイズとかいいんだ。じゃあ、終わりだ。います。